リドルジョーカー。リドルジョーカー。私たちが転入する喫科学院ってどうやって行くの？ライトレール？へえ、そうなんだ。実用実験されてるって聞いてはいたけど、こんなところを走ってたんだ。路面電車みたいに公共のバスとかに導入されてるのかな。普通の車とは乗り心地とか違うのかな。機会があったら乗ってみたいな。あ、来た来た。へえ、結構おしゃれなんだね。ちょっと遠いな。これだと会場に行くのも一苦労。サトルくん！そういうデリケートな話をこういう場所で言わないで。マナーだよ。仕事が忙しくて最近は全然行けてない。だからまあ、会場が遠くなったところで今さら変わらないんだけどね。まもなく喫科学院前、喫科学院前です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。思ったよりも揺れなくて音も静かだったね、あの路面電車。うん、意外と乗り心地が良かったね。
ここも綺麗な建物だね。敷地が広そう。ちゃんと道を覚えられるかな。はあ、心臓がドキドキする。今日から新生活、知らない人だらけ。わかってるけど、こればっかりはどうしようもないんだもん。あの、こんにちは。急に声をかけてごめんなさい。もしかして有原さとるくんと有原ななみさんでしょうか。ななみです。人違いじゃなくてよかった。はじめまして。私は三塚さん、綾瀬さん。え、ああ、すみません、話を遮ってしまって。いえ、それは構わないんですが、どこかでお会いしたことがありましたか？いえ、ネットで動画を見たことがあるだけで。すみません。どうして謝るんですか？見てくれてありがとうございます。でも恥ずかしいですね、直接言われると。特に。あれじゃないよ、別の動画で見たの。アストラル使いとしては一番有名かも。まさか、全然違いますよ。でもテレビに出てましたよね。ネットでも可愛すぎるアストラル使いって。その話はやめてください。あれものすっごく恥ずかしかったんですから。自己紹介させてもらいますね。はじめまして。私は三笠綾瀬と言います。ここ菊花学院の学生会長で、お二人の案内を頼まれ迎えに来ました。ようこそ菊花学院へ。ここに来るまで迷いませんでしたか？それならよかった。ではまず理事長のところに案内するように言われているんですが、お二人の荷物はそれだけですか？わかりました。このまま向かっても大丈夫ですか？それではこちらへ。このお二人は転入生です。今から理事長のところに案内するところです。わかりました。今から向かうのが校舎で、あっちに寮があります。歩いて3分ぐらいでしょうか。敷地内には校舎や寮だけでなく、学院が所有するアストラル研究施設もあるので、一般的なところよりも広いと思います。それに鷲津市は都心から離れていて、地価も安いですから。理事長室は校舎ですから、まずはこちらへ。わあ、中も綺麗。学院が設立してまだ10年も経っていませんからね。
それに全寮制ということもあって、学生の数も他に比べるとちょっと少なめですしね。クラスにはだいたい30人ちょっとで、1学年にクラスは4つですね。学生は382人、そのうちアストラル使いは100人ほど、1クラスに10人程度でしょうか。そう勘違いしてる人も多いですね。ここに通う大半の学生はこの研究都市に仕事を持つ方の子供なんです。他にも純粋にアストラルの研究に興味のある学生の入学もあります。アストラルに関する授業があるのはここだけですし、菊花学院なら就職にもかなり有利な制度がありますから。アストラル技術に期待する企業が菊花学院のスポンサーになっていたり提携したりしているんです。研究成果を買い取ってもらったり、技術に関する依頼を受けたり、成績優秀者はそのまま雇われたり。それにアストラル技術に期待してるのは国も同じですから、後押しもあったりするんですよ。もしここでの勉強でアストラル研究に興味を持ったら、先生に相談してみるのがいいと思いますよ。あと有原くんは私と同じクラスになりますから、私に相談してくれても構いませんよ。よろしくお願いします。有原さんも学年は違いますが、何か困ったことなどあればいつでも相談してください。はい、ありがとうございます。私何か怖がらせるようなことしました？いえ、そうじゃないんですが、すみません。これからよろしくお願いしますね、ナナミさん。よろしくお願いします、いつかさ先輩。かわいい、真っ赤になった。私のことも綾瀬と呼んでください。いや、でもその綾瀬ですよ。よろしくお願いします、綾瀬先輩。はい、あと有原くんも同じクラスですから、普通にしてくれて構いませんよ。その丁寧で堅苦しい喋り方、慣れてないですよね。はい、それじゃあそろそろ理事長室に向かいましょうか。理事長、三笠です。入りたまえ。転入生をお連れしました。ご苦労だった。三笠君は下がってくれていい。この後は他の者に頼んである。わかりました。それではお二人とも、私はここで失礼します。ありがとうございました。有原七海です、よろしくお願いします。
伊勢敦則だ。君たちの事情は聞いている。アストラル使いであることが露見してこの学院に編入することになったそうだな。外ではいろいろな思いもしただろうが、コンプレックスを感じる必要はない。安心して過ごすといい。そしてアストラル能力を受け入れ、有益に利用することを含めて前向きに生きる方法を見つけてくれ。この学院は君たちのようなこれから先を生きる若者のために設立したものなのだから。よろしくお願いします。私だ。理事長室まで来てほしい。そうだ、伝えていた通り新しく編入する学生が2名いる。いつも通りだ。登録を頼みたい。あ、待っている。すまないが、君たちには編入に関する最後の手続きをしてもらう。そうではない。事前に資料を渡しておいたはずだ。ワシズ研究都市の住人は、エイムスに登録をしてもらう必要がある。の通り、ワシズ研究都市ではアストラルの研究が行われている。研究の内容によっては君たちアストラル能力者の協力を仰ぐこともある。その際、必要な能力を持つ者とスムーズに連絡が取れるようデータベースを構築し、アストラル能力者には登録をしてもらう。もちろん登録した個人情報の扱いは適切な管理を行う。そこは安心してほしい。助かる。入りたまえ。失礼します。この子たちが編入するだ。後のことはよろしく頼む。わかりました。では失礼します。それじゃあ君たちは私についてきてね。はい。それでは失礼します。ああ、良い学生生活。こっち最上階のここに私の研究室があるから、わざわざ離れた研究棟まで行かずに登録できるよ。ぐわっ。先生か。そう言われても仕方ないよね。サトルくん、この人先生じゃなくて学生じゃないかな。先生にしては若すぎるよ。それにほら、白衣の下の服制服でしょ。判断基準そこなんだ。仕方ないか。
自分でも分かってるよ。年甲斐もなくこんな服を着るのは恥ずかしいってことぐらい。若い君から見れば私が制服なんて無理があるよね。 AV とかテリヘルとか特殊なお店感があるよね。いえ違います。別にそういうわけではありません。制服って気づいたのも綾瀬先輩とスカートのチェックやネクタイが同じだったからです。そっか、理事長室まで案内したのは水笠さんだったのか。普通はないよね、一学生が校舎に自分の部屋を持つなんて。自分で言うのもなんだけど、私はちょっと特別な学生なのさ。実は留年しているんだよ。しかも2回目。2回ダブって最高学年は3回目ってわけ。他にいないでしょ、こんな学生。おかげで周りと比べると肌の張りが、水の弾き方が如実に。つらい。ごめんね、自虐モード入って気まずい思いをさせちゃって。留年こそしてはいるんだけれど、成績が問題ってわけじゃなく単位の問題なんだよね。必要な単位を取れば卒業できる。なので不必要な授業には出なくてもいい身分ってわけさ。そんなわけで、時間を余らせても仕方ない、暇なら研究しろってこの部屋をね。他にもたまに研究棟の方にも顔を出したりしてるよ。さて、ここがお姉さんの研究室。さあ、どうぞ。失礼します。どうぞ、楽にして。そうだ、飲み物を入れよう。コーヒーと緑茶があるけど、どっちがいい？遠慮しない。どうせ自分の分を入れるつもりだったからね。私はコーヒーにするけど。じゃあ私もコーヒーを。オッケー、少々お待ちを。子供扱いしすぎだよ。コーヒーぐらい飲めるよ。苦手ではあるけど。多分上司や先輩が頼んでいるものと同じものを注文するのがマナーでしょ。そんなことじゃ社会に馴染めず出世もできないよ、サトル君。妹としてはとても心配です、兄の将来が。いつまで私が面倒を見ることになるのやら。老後の面倒まで見るのかな。元凶に言われてもな。まあでも面倒を見てあげなくもないけど。まあ妹だしね。
それはともかく、飲む。今日は飲むの。二人ともコーヒーなのに、ここで緑茶に逃げるのは子供っぽいもん。じゃじゃーん。ほい、お待ちど。ありがとう。ミルクと砂糖はご自由にどうぞ。いただきます。気持ちよく頭をリフレッシュする目的でブレンドしたものだからね。そう言ってもらえると嬉しいね。そうですね。この苦味がたまらない感じですね。ごめんね。私好みにしてるからちょっと口に合わなかったかもしれないね。すぐに緑茶を入れ直すよ。もう少しだけ待っててくれる？すみません。謝らなくていいから。お湯もまだ残ってるしね。すぐに入れるよ。だって私も成長してるし、そろそろコーヒーぐらい飲めるかなって。サトル君が何を考えるかぐらいわかる。妹なんだから。入っても盗むものなんてないんだけどね。これもアストラル技術の実用実験なんだよ。認証してるのは指紋でも掌紋でもなくアストラルなのさ。アストラルはその使用者によって大きく異なって全く同じ変化はないと言われてるのは、つまりアストラルで個人の特定が可能であり、そのシステムを組み込んだセキュリティの実験品があれってこと。でもそれはアストラル使いしか使えないシステムになりますよね。ところがどっこい、そうじゃないんだよ。能力を発動できなくてもアストラル自体は誰しも干渉してるもので、まあここら辺は授業でそのうちやると思うよ。とにかくアストラル使い以外にも反応するように設計されてるのさ。じゃないとニッチな商品すぎる。へえ。まさか。ここ以外だと水や電気の管理をしてる機械室ぐらいじゃないかな。あくまでまだ実験段階だからね。はい、緑茶お待ちどうさま。ありがとうございます。こっちはとても美味しいです。よかった、お気に召したようで何より。気が向いたらいつでもおいで。お姉さんが入れてあげるから。
授業もサボって入り浸っちゃダメだよ。あの先輩。なんだい？兄が授業をサボるようならどうぞ叩き出してください。乱暴なことをしても全然構いませんから。オッケー、わかった。じゃあその時はお尻を蹴り上げよう。それは残念。誰かのお尻を蹴り上げるなんて初めてだから楽しみだったんだけどな。まあそれはさておいて、そろそろ本題に入ろうか。名前に生年月日、そしてアストラル能力、身長体重体力視力聴力健康状態その他もろもろと項目は多いけど、基本的に学院で行った体力測定や健康診断の内容も一緒に登録してるだけだよ。今日登録するのは名前と生年月日とアストラル能力、あと身長と体重ぐらいかな。他の部分は後日学院で行われた時にこっちで追加登録しておくから。んで名前は有原明くんだね。おっと、間違えちゃってごめんね。サトルね、有原サトルくん、暁と書いてサトル。サトル？もしかしてなんだけど、以前に私と会ったことない？ちなみに先輩のお名前は？ん？ああ、そっか。なんか忘れてると思ったら私の自己紹介か。ごめん、失礼しました。私の名前は識部真由。どう？この名前に覚えがない？本当に何も引っかからない？そう、そっか、なら勘違いかな。まあ突然ごめんね。気になることがあると口にせずにはいられないのが私の悪い癖で、自覚はしてるんだけど性分なのか自分でもやめられなくってね。昔の知り合いに似てる気がしてつい。話を戻そっか。有原さとるくんと。生年月日や血液型はこの書類に書かれてあるので間違いないね。多分年齢も同じだし顔立ちもどことなく。でも妹はいなかったっけ？それで妹の有原七海さんで合ってるよね？はい。じゃあ同じ女の子の可愛い後輩だし、七海ちゃんって呼ばせてもらっちゃおうかな。へえ、またダメなの？あ、いえ、そのダメではないですけど。ありがとう、七海ちゃん。ななみちゃんは可愛いな。さてさて、能力は有原くんが身体能力の強化。
それからナナミちゃんがチユと。じゃあまずは能力の確認をさせてもらうね。二人ともこれを持って。アストラル能力の性質を調べるためのもの。知っての通り、アストラル粒子の変化は使用者によって固定されるけど、その変化はある程度分類することができるわけ。分類の仕方はアストラルエネルギーの及ぼす範囲をはじめとした様々な反応を調べることによって。はぁ、ごめん、どうもこういう解説をするとき無駄に説明を長くしちゃってね。逆に分かりづらいってよく言われる。俺も直さなきゃって自覚はしてるんだよ。でもなかなか。端的に説明すると、リトマス試験紙のようなものだと思ってくれればいいよ。ああ。その紙を持って能力を発動させてみてくれる？そしたら色が変わる。こんな感じの簡単な検査を複数重ねて、君たちの能力を特定していくからね。勘違いしないでね。別に二人のことを疑っているわけじゃないよ。たとえ自分の能力でも勘違いしてることはよくあるわけさ。そうだね。例えば飛行能力とか。本当に飛行する場合の他にも、念動力で自分を浮かせているのか、風を操作して浮いているのか。それぞれ分類は変わるし、それ次第で飛ぶこと以外の力の使い方を探すこともできる。だから能力を正しく理解することは重要ってわけ。一発で解析できると楽なんだけど、まだその技術はなくて面倒だとは思うけど、よろしくね。検査はこれにて終了。さてさて、二人の検査結果だけど、まずは有原悟くん。君は自分にだけ影響を及ぼして力を発言するタイプ。申告の通り、身体能力の強化で間違いないと思う。ナナミちゃんの治癒は対象相手の治癒力を高めるタイプだね。怪我をなかったことにするわけじゃないけど、やっぱりすごい能力だね。私とは大違い。あの、質問いいですか？何でしょう。先輩もアストラル使いなんですか？言ってなかったっけ？そうだよ。あんまり役に立たない能力だけど。ほら。微妙に違うかな。これは物体ではなくアストラルを停止、その場に固定させてるって考えてくれればいいよ。ざっくり言うなら、空気中に見えない壁を生み出すようなものだね。今は固定したアストラルを土台にして、そこにコップを乗せてるってわけさ。面白い能力ですね。意外と汎用性もなくて、大して役に立たないけどね。これで登録は完了。二人ともお疲れ様。まあ、いや、その、気にしないでいいよ。
どうせ暇してたから。2回もダブると周りもどう接していいのかわからないみたいでね。まあ当然だよね。私もお付き合いしますので。こんなおばさんでもいいの？違えばその数倍の差が出る。それが女子。私なんて体育の前に日焼け止めを塗らないと命に関わるんだから。あとお化粧を落とし忘れても死ぬ。私も同じ気持ちです。二人ともありがとう。今後ともよろしくね。はい、よろしくお願いします。ありがとう有原くん。じゃあ早速だけどちょっといい？有原くんの能力についてもう少し確認しておきたいんだけど、付き合ってもらえないかな？正式な実験とかじゃないから気を楽にして。何か重いものを持ってほしいんだけど、いいものはあるかな。できれば重量を把握できる方がありがたいから。そうだ、有原くんが私を持ち上げるのはどうだろう。あ、できれば片腕で。視線がいやらしい。サトル君が何を考えるかぐらいわかる。妹なんだから。なら一丁お願い。そうなるか。私運動は得意じゃないからな。ならば私が有原くんの腕にぶら下がろう。お願いできる？それじゃ、行くよ。なかなかすごい安定感。人の腕じゃなくて、まるで木の枝にぶら下がってるみたいだよ。こんなの初めて。へえ、男の子の腕、硬い。なんかあれだね、ブランコとか子供の遊具みたいでちょっと楽しいかも。おっと、年がいもなくはしゃいじゃってるけど平気？やっぱり重いかな。
言うね。でも確かに余裕がありそうだ。なるほど。思ってたわけではないですから。でも興味はあるから見てたんでしょ。それはまあ多少は。ぶら下がるなんてしたことありませんから。そうなんだ。兄弟ならこれぐらいのことを普通にするものじゃないの？普通はしませんよ、そんなこと。私の代わりにぶら下がってみてくれない？どうして私が？誰かがぶら下がってる状態を外から観察してみたいんだよ。いやでも私重いですから。重いだなんて。ななみちゃんの体格で重いって言うのなら私なんて。すみません、違うんです。そういうつもりではなくて。まあ、デブって失礼すぎるよ。太ってないです。全然太ってないです。いいよ、いいですとも。ぶら下がってあげましょう。羽のような私の軽さにおののくといい。うわすごい、本当に浮いてる。サトル君平気？思ったよりってどれぐらい重いと思ってたの？ほんと失礼。危ない。先輩が言ってた通り、本当に木の枝みたいだね。してみても安定してるね。私の40キロ程度の体重なら楽々って感じだ。40キロ程度だからね。とにかくもう十分だよ。ありがとう。しゃぎすぎて汗かいちゃったよ。これが身体強化系か。触った感じだと腕の太さは変わらなかったから筋肉はそのままって感じだね。あ、物を持ち上げるってなると背筋や大胸筋も関係あるか。最後に有原くんの腕回りと脅威を測らせてもらってもいい？上の服を脱いでくれる？メジャーはどこかいの？おお、なかなかいい体してるね。
どれどれ？お、脅威も結構あるね。身長と体重から考えると一般的な平均は超えてると思うよ。何もせずにこの体なの？なるほど。ちなみに有原くんの場合、筋肉をつけた方が発揮できる力が上がったりする？なるほど。差が大きすぎると感覚が違ってうまく扱えないのかな。念のため脅威と腕回りの数値も登録しておかないとね。あと乳首の色は薄茶色っと。甘い。一見無関係なことでも実は因果関係があり後々実証されるなんてのは業界ではよくあることさ。でも本当結構いい体してるよね。ツンツン。痛い？あ、もしかして気持ちよくなっちゃったりする？そう？そっか、この程度じゃ気持ちよくならないのか。ツンツン。別にふざけているわけじゃなくて重要な話なんだよ。これは大胸筋でダメなら一体どこなら感じるのか。やっぱり乳首？男性の性感帯についての話。気になることがあると口にせずにはいられないのが私の悪い癖。口ではそんなこと言いながらも立ってきてるね。体は正直だね。そんな音を上げるほど感じちゃってるの？ツンツンするだけでも感じるのなら、つまんだりつねったりしても感じるのかな。実に興味深い。これは私が悪乗りしちゃっただけ。有原くんが悪いわけではないから。